はい、皆さんこんにちは、ザッピーです。今回はちょっと変わった動画が入っておりますね。まあギターをねちょっと使ってみようと思うんですけれども、トピックとしてはブラックバードですね。自分の体験談、経験談ですね。なので弾き方をこう説明するんじゃないんですよ。なのでこれからブラックバードをマスターしたいという場合はですね、もう今は世の中に教則本とかビデオとかたくさん出てますので、そちらをご参考いただいた方がはるかにいいと思います。僕は決してギターは上手くないので、あくまでも自分の体験談でですね、どれほどポール・マッカートニーにやっぱり、いろいろ教えてもらったかと、影響を受けたかという話をですね、ブラックバードを通してちょっとやってみたいなと思うんですね。やっぱり僕がこれをコピーしてた頃っていうのは、まだまだ教則本とかがなかったんですね。1970年の頭ぐらいですね。70年代に入ってまだ2、3年ぐらいかな。なので、自分で頑張ってコピーはするんですけれども、まあ、何せホワイトアルバムの、あの中ではですね、よく聞こえないんですよね、ギターがね。なのですごい苦労しましたね。だからおそらく、まあ7割か8割ぐらいコピーは頑張ってできたのかなと思うんですけれども、本当にコピーが完了したっていうのは、その後ですね、ウィングスがアメリカツアーをやったりして、こう手元がね、見えるようになってくる動画が出てきてからっていうんでしょうかね。そのくらいになってくるとだんだん確認がしやすくなってくるんですね。で、それで自分なりにはうまくいってきたんですけれども、でもですね、その頃になるとさすがにみんなもう演奏方法が分かっていて、友達の間でもですね、あ、これで正しいんだよねっていうような会話もできるようになってましたね。まあ、ですが自分で頑張ってやってた頃は誰もやってなくて、ちょっとね、近づいてきた時は、あ、自分だけ弾けるんじゃないかみたいなね、すごいこう優越感があったという、そんな曲でもありますね。で、実際にこの曲をね、理解するようになって驚くことはですね、やっぱりギターの演奏とボーカルがですね、まあ、コーラスのように進んでいくわけですね。それがやっぱりすごい。ギターはギターでもう綺麗な、歌のようなね、弾き方をしていくわけなんですけれども、その上に自分のボーカル、ポールのボーカルが乗るので、もう驚きのような曲ですよね、最初はね。おそらくポールは、ギターが先にできて、その上にボーカルを乗せたんじゃないかとか、最低でもボーカルとギターが一緒にできたはずだとかね、やっぱり思うわけですよね。というのは、歌が先にできたらば、ギターをこれに歌に合わせて乗っける時にこんなに綺麗に乗っかるわけないだろうなとか思ったりするんですよね。そういうこうね、憶測を楽しんだっていうのもありますね。で、ギターの演奏もやっぱりこれはすごいいろいろ教わりましたね。今はね、みんな知っていてそんなに難しく感じないかもしれませんけれども、当時まず最初にこのギターをこう覚えていってですね、驚いたのは、いくつかあるんですけれども、まず演奏するときにですね、全部の弦を弾くわけじゃないんですね。2つか3つ、2本か3本ぐらいの弦しか弾かないんですよ、いつも。で、その上ですね、まあ、ここの下から3本目ですね、3弦、ごめんなさい、こっちの G の音が常に開放弦って鳴ってるわけなんですね。その代わりこっちの4弦、そのもう一つ上の4弦の方は、これ、ミュートしてるんですよ、大抵ね。なので、まあ、こういう音バランスって言うんでしょうかね、音の選択、弦の選択をして弾いてるというのも、自分が見た演奏では初めてだったんですね。本当にいろいろ教わりましたね。その上、1弦がですね、あんまり音出さないんですよ。1弦って普通一番こうコードとかね、ギターで言うと個性を表しやすい弦なんですけれども、ほとんど1弦は鳴ってないんですよね。鳴る時もありますけどね。なので、まずその辺のバランスが全く今までと違って、もうものすごい驚きましたね。で、それをこうまとめてやってる曲なんですよね。こう、まあそのまま弾いちゃうとまたね、コピーライトで引っかかるので弾きませんけれども、
というふうに、まあ、2弦か3弦ぐらいしか音出さないんですよね。でもこれが全然こう音が足りないっていう感じじゃなくて、とても綺麗なんですよ。すごいそこがまず驚き。で、なんでかっていうと、その2弦か3弦の音で十分なんですよね。あの、さっき言ったように歌の方とギターがコーラスしちゃってるんで、逆にこれ以上音を鳴らすとうるさく感じるっていうんでしょうか。そんな感じがとてもありましたね。なので、まあ一つ一つの、まあ、音の使い方っていうのにすごい勉強させてもらいましたね、これはね。まあ皆さんもこれはね、おそらくすぐに弾けるようになるのかな、今はね、きっとね、なんだと思うんですよね。でもその時にこう感動も得るような曲だと思うんですよね。まあこの、ここのね、このスラーしていくとこなんて、ゾクゾクしませんでしたか？僕は本当に最初これを解析できた時に、もう一日こう喜びが収まらなかったというか、夜眠れないぐらいの感覚ありましたね。はい。で、その開放弦の使い方がうまいっていうことで、やっぱり驚いていたわけなんですけれども、で、これがね、少しできるようになってきた時に、今度は頑張ってマザーネイチャーズさんやったんですよね。あっちも開放弦がうまいんですよ。あっちはこの3弦じゃなくて4弦ですね。これは D の音なんですけれども、この D の音を常に開放弦で鳴らすんですよ。これがまたかっこいいんですよね。これがあのポール・マッカートニーの味なんだなっていうふうに思いましたね。もうやってることは割と楽って言えば楽なんでしょうね。ただこれもさっきと同じように全部の弦を鳴らすわけじゃなくて、というふうにもう 2,3 弦しか音を使わないんですね。まあ、4弦ぐらいですね、せいぜい使ってて。どちらにしてもこの弾き方っていうのを学んでいくとですね、やっぱりギターの弦の響きを自分でコントロールして好きな弦を選ぶんだということを覚えてきたわけなんですね。それまではあのコードをどう弾くかと、どういうコードを選ぶかということしか頭になかったんですよ。まあコードはね、いろいろ覚えれば覚えるほど表現ができるようになるっていうのは、それはもちろんその通りなんですけれども、でもポール・マッカートニーのギターの場合は、コードだけじゃなくて弾く弦、そのコードに含まれる弦をどれを選ぶかということで、明らかに曲のイメージが変わるわけなんですね。これがすごい勉強になりましたね。でそれとあのポールの場合ですね、非常にこう上手いんですけれども、ギターはあのじゃあですね、すごいいろんなテクニックを使ってるかというと、僕が知る限りではそうでもない部分もあるんですよね。割とこのマザーネイチャーズさんとかブラックバードっていうのは覚えると弾きやすくなってきます。で覚えたことがだんだんポール・マッカートニーの弾き方としてですね、彼は応用していろんな曲を作ってるんだなっていうのが分かってきたりもしたんですね。どういうことかというと、今のマザーネイチャーズさんで言うと、あの All day long I'm sitting singing song for everyone って、あそこありますよね。あそこってあのこんな感じなんですよね。これってこの A を押さえて、ここに5フレット目に小指で押さえるんですけれども、これでこの余ったこの真ん中の2本の指ですね、まあ、この場合は1本だけ使うんですけど、この中指だけ、これをこの離したりつけたりして弾いてるわけなんですね。でこの弾き方っていうのが実はこのマザーネイチャーズさんだけじゃなくてですね、他でも使われてるわけですよ。でさっきは開放弦の使い方がブラックバードとマザーネイチャーズさんでありますよっていう話なんですけれども、今度はこの、ハンマリングっていうんですけどね、こういうようなこのハンマリングのバコーンとこう指で引っ叩いてやって弦を、
そして音を出す方法っていうのがポールはすごい上手いんですね。でこれを結構よく使うんですよ。それもこのコードでよく使うんですよ。このコードで。で今マザーネイチャーズさんだったですよね。他にもあるんですよね。まあ、例えばあのマッカートニーに入っているジャンクありますよね。であれなんかもこのハンマリングを使って同じポジションで使うんですよ。あの Memories for you and me っていうとこありますよね。あそこで終わった後にね、今ここでこのハンマリングした指がですね見えたと思うんですけれども、これが出てくるんですよね。でこれだけじゃなくてですね、例えばワイルドライフに入っているこれもそうなんですよね。まあ今見ていただいて分かる通り、こういう風に音を出して使ってるんですよね。同じコードですよ。同じ位置で使うわけです。でまた一曲作っちゃうわけですね。で他にもあるんですよ。例えばビートルズで、まあこれなんとなく気がつきませんでしたかね、今ね。これを使ってるのが、あの、これすごい難しいんですよ、アコギだと。僕、で、あの、できないです。エレキギターだとなんとかできるんですけれども、あの、こう広げて、一音一音弾いてあげるので、すごい握力がいるんですね。あの、一音一音きれいに出さなきゃいけないんで。まあ、ただ、まあ、ジョン・レノンはこれきれいにね、あの、寒空の中でも弾いてるので、とても握力のある人ですね。だからすごい難しいんですよ、これ実は。ですが、簡単そうにやってるんですけどね。まあ、で、何が言いたいかというと、こういう同じことを使って、ポール・マッカートニーは何曲も作ってっちゃうわけですね。ただ、彼がやってることは決して同じに聞こえないですよね。同じ曲で、あれ使ってるだけじゃんっていうふうに分かんないじゃないですか。いや、分かる人がいるかもしれないけど、僕は分かんないんですよ。つまり、ポール・マッカートニーって、本当に自分の覚えた、ベーシックな、あの、アイディアっていうんでしょうかね。それを使っていろんな曲を次々に作っていっちゃった人なんですよね、実は。まあ、そう思います、本当に。で、それが全く普通に僕らが聞いてても分かんないのは、もう明らかにポール・マッカートニーの才能なんですよ、これ。本当に。普通だったらバレますよ。うん。僕がやったらバレます、絶対。でも、ポールがやると全く違う雰囲気の曲を作れてしまうので、バレっこないんですよね。本当に曲が全く違うので。でも僕がやったらば同じ奏法の方が目立ってしまってバレると思います。はい、これがやっぱり才能だなっていうふうに思ったんですね。でもそれと同時にですね、あのやっぱりこうやって自分の特技というか自分のパターンっていうのを覚えておくと演奏には素晴らしく生きるっていうのはあると思いました。というのはですね、まあ、僕はあの、実はギターはすごい苦手で、今もう何十年も弾いてないんですよね。ですが、ピアノの方はずっと弾いてるんですけれども、あの、ジャズの方なんですけどね。まあ、ジャズはどっちかっていうと、その自分のパターンを作って、アドリブ演奏とかをよくやっていくというのが、あの、ジャズの、まあ、ベーシックな方法なんですよね。まあ、そうすると、自分の、あの、演奏パターンっていうのを作っておくと、その上でいろんなものを応用していけるようになるとですね、このポールのように全然違った表現っていうのがどんどん、生きてくるようになるわけなんですね。なので、まあ、これで僕はまたポール・マッカートニーの、あの、応用力っていうのを教えてもらって、随分楽しくなりましたね、音楽人生がね。で、実はギターだけじゃなくて、ポールはピアノでも同じように、自分のパターンっていうのがあって、それを応用してるっていう例もあるんですよね。コード進行もそうですし、似てるものを使っててもどんどん違うものを作っちゃうわけですね。またまた本当に僕はあのギターをねこうやって少し真似した時に、ポールすげえな、やっぱりすげえな、あんなになんですぐどんどん曲できんだろう、全然違う曲をどんどん作っていけるんだろうという不思議なあの疑問がですね、少し解けたような気がしたんですね。彼は自分としてはいつも同じように
やっているのかもしれませんけれども、僕らにとっては全く違う曲に聞こえるようになってしまうんですね。はい、以上です。失礼します。